お客様と店長のロマンチックモーニング第185話。店長さん、私がどれほどお餅が好きかはもう分かってくれたわね。お客様、もう十二分に理解してございます。鏡開きが終わって残しておいた鏡餅も昨日すべて食べ終わってしまったの。なんと。これで私の令和4年はもう終わってしまったも同然。いや、そんなに思い詰めなくても。店長さん、お客様、店長さん、お客様、店長さん、お客様。ああ、もう年末の餅つきまで何の楽しみもないわ。いや、しかしお言葉ではございますが。何かしら。お餅でしたら一年中売っていますよ。いやいやいや、そんな驚きます？騙されない、騙されないわよ。だって鏡餅は年末にしか売ってないわよ。鏡餅は季節商品だと思いますが、単なるお餅は一年中売っています。丸餅も角餅も。いや、形関係ないんです。知らなかった、知らなかったわ。これが21世紀ってことね。すごいわ21世紀。ご褒美に私が褒めてあげるわ。20世紀から売ってました。じゃあねー。お客様どちらへ。近くのスーパーにお餅が売ってるかどうか確かめてくる。お餅でしたらこのお店にも売ってますよ。分かってない、分かってないわね。近くのスーパーは今日が冷凍食品4割引きなの。私は冷凍のシューマイが世界で一番好きなのよ。シューマイがないと生きていけないほどよ。買い占めなくちゃ。じゃあねー。一番好きなのはお餅じゃなかったんですか。お餅っぽい見た目な、ね、あのシューマイが美味しい、美味しいですね。シューマイの美味しさはジャスティス。長崎はでもどっちかっていうと餃子文化だもんね。ああ、そっか、ね、一口餃子とかね、うん、ありますしね。横浜の中華街とか行くとシューマイの方が、うん、幅を利かせてるのか、幅を利かせてる感じがしますね。なんか、ね、なるほど、そういう地域性はあるかと思いますけど、ね、シューマイも餃子もどっちも好きですけど、ね、どっちも好きですね。そしてそしてお餅は丸餅と角餅あって、九州は丸餅ですね。ああ、そうかそうか。関東に行くと四角いんだもんね。ああ、そうなんですよ。でもどっちも美味しいけどね。餅の存在はジャスティスというわけで皆さん、明日も朝から